たださ、あたしから言わせてもらえば、ヤンタムって見た目はかっこいいけど好みじゃないけどね。普段はどちらかというとぶっきらぼうなんだけど、すぐにチャランポランなことして姉様山なりをからかうの。要するにガキなんだよ。そんなの私には似合わないもん。私の好みはね、内臓。あんた言うようになったじゃない。今さら謝ったって遅い。なんでこの。今度からは相手を選ぶのね。知ってる？犬なんかは主従関係をしっかり叩き込んで初めて飼い主に懐くんだよ。甘やかしたらダメなの。ともかく、さっきの髪の毛のことはヤンタムにはいい薬になったかもね。姉様とは全く不釣り合いだもん。ヤンタムには前々から言ってやりたかったんだ。もっと大人の男になってから出直してこいって。姉様をからかって遊ぶなんて最低。そうに決まってるでしょ。姉様がヤンタムを追い返したの正解だよ。これであのチャランプラも姉様につきまとうことは少なくなるだろうしね。お前、釣りもしたことないのかよ。ダメだな。その点俺なんて川の主みたいな。おお、川の主みたいで大木を釣り上げたんだね、この間。そう、持ち上げるのも一苦労な切り株があって、なんでだよ。ぽくても釣りの腕前は味方と変わらないよ。安心しな。ち、なんだよ。二人とも教えてやるって。
素人は困るよな。魚だってバカじゃないんだぜ。そう、魚との駆け引きが大事なんだ。いいか、釣りのコツは川の流れに逆らわないこと、そして魚の動きを読むこと。魚の目の届かないところから餌を投げ入れて、弱って動けない獲物が流れてきたのを装うように流れに乗せるんだ。決まってるだろ。ヤンタムはな、女の子だって釣り上げられるって言ってたぜ。魚くらいへっちゃらさ。きっと泳いでるんだよ。もう春だし。ほらそこ、変な会話してるんじゃない。なろ。さ、お前たちもやってみろよ。道具は貸してやるから。お、うまいじゃないか。筋がいいぜ。よし、味方、落ち着けよ。焦って引っ張ったりしたらダメだぞ。よくやったな。初めてにしては上出来だ。釣れればな。まったくだよ、釣れないと楽しくない。ナコルルも釣れてくれよかった。一緒に釣りに来て、たくさん釣れたら喜んで笑ってくれるかな。昔のナコルルはさ、あんな風に悲しいだけの顔をして沈むようなやつじゃなかった。海の旅の間にナコルルは昔と変わっちまったよ。誰にでも本当の笑顔で接してた。いつもニコニコして。そう、今みたいな作った笑顔とか無理して笑おうとしたりとかしないやつだった。悲しみについてもそうさ。人前であんなに悲しい顔を見せたりしなかった。いつも幸せそうな顔をしてた。その顔を見るとこっちまで幸せな気分になれたんだ。
なわけないだろう。俺は真面目には生きられない性分なのさ。それだけだ。おい、味方、聞いてるぞ。チェ、なんだよ、お前ばっかり。魚と裏取引でもしてんじゃねえの？罰だ、ざまあ見ろ。違う、小さい魚は川に戻すんだ。それが自然の掟ってやつ。なんて言ってもこれはナコルルの受け売りだけどな。なあ、子供の頃にな。よし、魚がたくさん釣れたらその時のことを話してやるよ。それじゃあ説明するぞ。よく聞けよ。いいか、まず川面に浮かべた浮きをよく見る。浮きは川の流れに揺られて軽く動いているんだが、これが程よく縦に揺れた、つまり沈んだら魚が餌に食らいついた合図だ。揺れたと思ったらすぐ上げろ。ぼやっとすんな。タイミングがバッチリ合えば魚が釣れる。この時浮きが大して沈んでいないのにすぐに竿を上げたり、しっかりと沈んでいるのにすぐに上げなかったりしたら失敗するから気をつけろよ。説明はこれだけだ。わかったか？わかったか？大雑把な説明ですまないな、ニカト。でも釣りってやつは理屈よりどんどんやってみてコツをつかむもんだぜ。さ、それじゃあ始めようか。お、その程度かよ。お、その程度かよ。逃げられたな。あははその程度かよ。すごいじゃないか。な、何？すごいじゃないか。な、何？
お、その程度かよ。遅かったか。だっせいいぞいいぞ。ふん、まだまだ。へえ、大量とは言えないけど初めてにしては上出来だな。やるじゃないか、味方。まあ、思ったよりはマシだったな。もっと頑張ってラコルルを助けてやれるようになれよ。あんまり釣りすぎると魚がいなくなっちまうからな。俺は何でもうまくできちまうのさ。生まれ持った才能ってやつだな。でもまあ才能がなくても大丈夫。練習すればうまくなるぜ、マナリみたいに。いや、びっくりするほど下手。でもいつかうまくなると俺は思う。あいつさ、失敗してもとにかく頑張るだろ。歌もそう。下手だとか才能ないとか言われてるのに練習を続けてる。いや、こっそりやってるらしいや。あいつそういうやつだ。時々声が枯れてたりする。それにさ、多分歌が上手いはずなんだ。ずっと昔、俺たちが小さい頃さ、あいつの歌を聞いたことがあるような気がするんだ。その歌声はすごく綺麗でさ、俺感動した。だからもっと歌ってくれって言ったような気がする。気のせいかもしれないけど。まあな、からかうと楽しいし、それにあいつほっとけないと。へへん、俺知ってるんだぜ。ヤンタムとマナリはいい仲なんだ。な、そういう噂だぜ。チェーローバもマナリはヤンタムーと恋仲じゃって言ってたし。別に俺とマナリは。大人をからかうんじゃねえっての。最悪だ。
お前らぼーっとしてないで助けろよ。今まさに溺れかけている俺がいるってのに。さ、帰ろうか、ミカト。ちょっと待て、いや待ってください、お待ちになって。